皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました、日本共産党の市田忠義でございます。今日は日曜日でお出かけにくい中をこんなにたくさんお集まりをいただきましてありがとうございます。そして先ほど来、各界の皆さんから大変温かい日本共産党への連帯のご挨拶をいただきました。この場を借りて心からお礼申し上げます。ありがとうございます。実は私、去年の3月にもう一期参議院議員をやりますと79歳と7ヶ月になりましたので、人道上の立場から、この7月で参議院議員を勇退するということを内外に表明しておりました。しかし後で述べます、かつてない劇的な情勢のもとでもう一期やるということになりました。もうだいぶご苦労3回もやっていただいたんでしょう。もう一期やりますと、今年は党創立94周年ですから、党創立100周年まで現役で頑張れると思います。こんな光栄ある任務はないと思いまして、お引き受けをいたしました。4期目に挑戦します。よろしくお願いいたします。そして先ほど大河原さんからお話がありましたように、今度もちろん全国的に飛び回りますけれども、京都が私の重点的な活動地域になりました。これまで奮闘してこられた大門さんの思いもしっかり受け止めて、今度は大河原市田コンビで頑張りますのでよろしくお願いします。先日また沖縄でアメリカの元海兵隊による死体遺棄事件が起こりました。1972年に祖国復帰を勝ち取って以降だけでも米軍関係者による刑事事件での検挙数は6000件近くになっております。でそのために綱紀粛正を図る、再発防止を図ると何度も繰り返してきましたが、いまだに事件は後を絶ちません。なぜか、基地あるがゆえの犯罪だからであります。自民党のある議員は参議院選挙を前にして、沖縄県議選は昨日から始まりました、タイミングが悪すぎると言いました。皆さん、タイミングのいい殺人事件なんてあるでしょうか。中谷防衛大臣は米軍の犯罪ではないと、米軍に雇われている民間人のやったことだと言いました。20歳の結婚を前にした若い女性が強姦された上殺された、それに対して何という言い草か。皆さん、唯一最大の再発防止策は沖縄と日本から米軍基地を撤去させることであるでしょう。参議院選挙予想される公示日は6月22日であります。もう1ヶ月を切りました。日本の命運のかかった大変大切な選挙戦であります。安倍晋三政権によって戦争法が強行されました。一方で一人一人の国民が主権者として自発的に声を上げて立ち上がるという戦後かつてない国民的な運動が崩壊として沸き起こりました。いわば歴史の本流と逆流という2つの流れが正面からぶつかり合う、そういう選挙戦であります。安倍さんは今度の選挙は自公対民共の対決だ、絶対負けるわけにはいかないと危機感をあらわにしています。これに対して上智大学の中野浩一教授はある新聞のコラムに次のように書かれました。自民党が野党共闘のことを指して民共合作だと貶めようとしたのには呆れました。抗日戦争などのために中国の国民党と共産党が結んだ協力関係を指す国共合作をもじったものですが、そうすることによって自民党は図らずも
中国に侵略した大日本帝国に自らを重ねる復古的な右翼勢力であることを暴露してしまったわけです。この筋書きでいくと民教合作に敗れることになりますから、馬鹿らしくて失笑してしまいましたと喝杯いたしました。皆さん、戦いの構図は自公対民教ではありません。自公とその補完勢力対四野党プラス市民国民の連合じゃないでしょうか。私たちは戦争法を強行した自公とその補完勢力を少数派に追い込んで、憲法の平和主義、民主主義、立憲主義を貫く新しい政治の扉を開くために、次の2つの大きな仕事をやり抜く決意であります。第一は、何よりも野党共闘を必ず成功させる。2月19日に当時の5野党の党首が集まって次の4点を確認しました。1つ、安保法制の廃止と集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を共通の目標とする。2つ、安倍政権の打倒を目指す。3つ、国政選挙で現与党及びその補完勢力を少数に追い込む。4つ、国会対応や国政選挙などあらゆる場面でできる限りの協力を行う。皆さん、画期的な内容じゃないでしょうか。国政上の基本問題で当時の5野党が一致をして、それを市民国民の皆さんも協力をして、本格的な全国的な選挙協力を行うのは日本の政治史上初めての画期的な出来事である。この知らせを2月19日に聞いた多くの党員や支持者の皆さんは涙が出た。この間の努力はようやく実った。街頭でそのことを知らせる宣伝をすると、従来の倍以上の反応があったという声が党中央にも相次いで寄せられました。野党共闘を見逃した力は何か。それは一言で言うと、何よりも世論と運動の力、道理の力だったと思います。一枚のミラが、署名が、ポスターが、大中小の集会が、デモが、こんなことぐらいで果たして世の中前に進むのかって懐疑的になったこともあったでしょう。それでも雨の日も風の日も、汗の滴るような炎天下でも、手のかじかむような寒かった日も、必死で皆さん頑張り続けていただきました。それが政治を一歩前に動かしました。一人一人の力は微力ではあっても無力ではありません。何時の力に価値に、お互いに目覚めようじゃありませんか。そして日本共産党が戦争法が強行されたその日に、間髪を入れずに戦争法廃止の国民連合政府の提唱を行って、思い切った選挙協力を行うという提起を行ったことも、野党共闘の実現に大きく貢献したことは間違いないと確信いたします。昨日現在で32の1人区のうち31で野党共闘が実現をいたしました。残るは佐賀県です。今日明日中にも野党統一候補が実現する見通しであります。このうち香川県は日本共産党公認の田辺健一候補で統一することになりました。第二は、日本共産党自身の躍進を勝ち取ることであります。自公とその補完勢力を少数に追い込むためにも、日本の政治を根本から変えていく上でも、日本共産党の躍進は国民の皆さんに対する責務だと肝に銘じて頑張り抜きます。政党を選んでいただく比例代表選挙では、全国で850万以上、 15% 以上を獲得して9議席を目指します。全国の目標は900数十万票になっておりますから、日本共産党とお書きいただく人々を、この内だけではなくて南部地方だけではなくて京都中、日本中に
広げに広げ抜いていただければ、私や大門さんをはじめ9人の当選は可能であります。選挙区は1人区で野党統一候補の勝利を必ず勝ち取ると同時に、複数区が13あります。定数2から6まで、ここ京都は定数が2であります。川田健二さん以来、上谷慎之助さん、佐藤昭雄さん、西山徹子さん、倉林明子さんと受け継がれてきた伝統の議席であります。実は今国会には日本共産党の議員の中に弁護士出身の議員は二木宗平さんだけであります。早く弁護士の議員がもっと増えてほしいなと彼待ち望んでおられます。弁護士といってもいろいろであります。戦争法推進コンビの高村北川という、ああいう弁護士もいますし、大阪にはもっとひどい弁護士もいます。やっぱり39歳、正義の弁護士大河原俊孝さんこそ皆さん今国会に必要なんじゃないでしょうか。私が言ってるだけではありません。別に共産党員でない無党派の方である裁判官弁護士をしてこられた出口春夫さんはこうおっしゃってます。目線は弱い人にしっかり向いてる。権力強者の横暴と傲慢を許さない。理論に強く、事実に肉薄する姿勢が素晴らしい。国会の論戦に必要な資質を全て備えている。こう太鼓判を押していただきました。比例での躍進と同時に、日本共産党支持の大波を京都中に全国中に作り出して、その力で定数人の京都選挙区、必ず大河原さん国会に送り出してください。よろしくお願いします。今度の参議院選挙の最大の争点は、何といっても戦争法を廃止するかどうかであります。一旦成立したからといって、この法律そのままにしておいたらどうなるか。何よりも第一に、日本はこれまで一人の外国人も殺さず、一人の戦死者も出してこなかったのに、初めて自衛隊が外国人を殺して自衛隊の中から戦死者が出る、そういう危険が現実のものになるということであります。今 PKO 部隊として日本の自衛隊が南スーダンに派遣されています。戦争法の強行によって任務が拡大されました。安全確保業務と駆けつけ警護という任務が付け加えられて、これまでは自己を守るためだけでしか武器使えなかったのに、任務遂行のために武器が使える、戦争法によってそういう事態になりました。南スーダンも今停戦合意は完全に崩れています。大統領派と副大統領派に分かれて住民を巻き込んでの内戦状態、約240万人もの人が家を追われて、たくさんの子どもたちが民兵、少年兵として戦うことを強制されています。この少年兵は11歳から17歳までであります。南スーダンが自衛隊が初めて殺し殺されるケースになる危険が大変、自衛隊がひとたび少年兵や民間人を撃ってしまったら取り返しがつきません。皆さん、憲法違反の戦争法は廃止する以外に道はないんじゃないでしょうか。日本の貢献はやはり憲法9条に立った民生支援、人道支援に徹するべきであります。北朝鮮の数々の蛮行は許しがたいものがあります。しかし軍事には軍事ではなくて、国際社会が協力をして、せっかく6カ国協議というテーブルがあるわけですから、その場に北朝鮮が復帰できるように粘り強い外交的努力が必要であります。安倍さんというのはちょっと単細胞の人なんですね。ですから何かことが起こると自衛隊増強して海外に出すことしか考えません。外交努力なんて全く考えません。中国がやってることも
自ら結んだ南シナ行動宣言に反する行為です。一方的にレーダーを作ったりミサイルや戦闘機配備するなど力で現状変更する、これ許されません。同時にこの問題でも解決の方法は紛争を戦争に拡大するんじゃなくて平和的外交的な話し合いによって解決すべきであります。朝が来たというテレビドラマがありました。毎日私楽しみに見ておりましたが、最終回の朝の言葉が大変印象的でした。みんなが幸せになるための武器は銃でも大砲でも話しません。人の気持ちをおもんばかることのできる優秀な頭脳と柔らかい心、それさえあったらそれで十分なんだす。安倍さんに聞かせてやりたいと思います。第二は立憲主義の破壊という問題です。戦争法の強行に際して安倍政権は憲法9条の下では集団的自衛権の行使はできない。歴代の内閣は60年余りにわたってそういう憲法解釈をしてきたのに、おととしの7月1日国会にも諮らず安倍内閣の先端でこれまでの憲法解釈を180度覆すという立憲主義を乱暴に踏みにじるやり方を取りました。そのためにフランス大使だった人まで呼び寄せて法制局長官に正解、こういうことまでやりました。立憲主義とは何か、一言で言いますと、たとえ国会で多数を持っている政権党であっても憲法の枠組みに反する政治をやったらあかんということなんです。でこのイロハが安倍さんは分かってないんですね。だから始末に及えません。こういう人どうしたらいいか、もうお引き取り以外の道は皆さんないんじゃないでしょうか。政府与党は野党共闘のことについて、日米安保条約は消費税などの問題について意見が違うのに選挙協力をやるのは野合だと盛んに悪口言ってます。しかし自民党だけは野合と言われたくありません。軽減税率などを取引材料にして何の大義も理念もないのに野合してるのは皆さん自公の方じゃないでしょうか。野党側は安保法制を廃止、立憲主義取り戻す、こういう大義のもとに結束してるんです。で立憲主義を取り戻すという仕事はあれこれの政策とは次元の異なる国の土台を再建する、民主主義の土台を再建する、これ以上の国民的大義は皆さん他にはないんじゃないでしょうか。その方のもとに結束してるのが野党の側なんです。野合では決してありません。胸張って皆さん頑張ろうじゃありませんか。ここで重大なのは安倍首相が自民党公明党や大阪維新の会など改憲勢力で3分の2以上の議席を今度の参議院選挙で目指す、明文改憲への執念をむき出しにしていることであります。狙いは憲法9条2項です。同時に大規模災害なんかを口実に憲法に緊急事態条項というのを盛り込もうと考えています。自民党の改憲草案を読んでみますと、この緊急事態条項というのは大災害なんかが起きたときに国会に諮らずに内閣の判断で法律が作られると、基本的人権を大幅に制限して国民は国やその他公の機関の指示に従わなくてはならないという、まあ戒厳令と同じですね。独裁国家、戦争国家への野望があからさま日記に書かれているというのが自民党の改憲草案であります。こんな道は断じて許すわけにはまいりません。さらに安倍首相はペテン師のような男です。私はどちらかといえば上品な方ですからあまりペテン師なんて言葉は使ったことがありません。しかし安倍さんだけは別です。国会でこう言いました。7割の憲法学者が自衛隊に憲法違反の疑いを持っている、そういう状況をなくすために
憲法9条2項を変えると言いました。それを言うんだったら憲法学者の 95% が憲法違反だと言ってる戦争法を廃止することが皆さん先決じゃないでしょうか。都合のいい時だけ憲法学者持ち出すなと言いたい。今戦争法を廃止、立憲主義回復という希望ある道を進むのか、それとも解釈改憲に続いて明文改憲によって戦争国家、独裁国家に日本が転落してしまうのか。日本の政治は文字通り歴史的な分かれ目に立っています。戦争法廃止の戦いと一体に、あらゆる明文改憲の企てを許さない、この戦いを一緒に強めていこうじゃありませんか。政治全体にも目を向けてみたいと思います。まず暮らしと経済の問題です。アベノミクスの3年間でその破綻が明らかになりました。なんといっても第一にトリクルダウン政策の破綻です。でトリクルダウンというのは一言で言うと、大企業が儲かったらやがては家計の方に士族のようになって滴りをしてくるっていう考え方であります。確かに大企業は史上最高の利益を上げて内部留保を初めて300兆円を超えました。しかし待てども待てども一滴も我々には滴り落ちてはいません。労働者の実質賃金は4年連続マイナスですし、雇用が増えた増えたというけど増えたのは非正規で、正社員は年平均2012年から2015年に36万人も減りました。もうトリクルダウン理論、トリクルダウン政策の破綻は明々白々であります。もう一つはっきりしたのは消費税大増税路線の破綻です。 5% が 8% に引き上げられようとした時に、こんな経済情勢の下で消費税上げたら景気悪化の引き金を引くからやめときなさい、中止しなさいと衆議院本会議で志位和夫委員長が言いました。その時安倍さんは、いや消費税増税の影響は一時的なもので三本の矢の対策、経済対策をやったら大丈夫だと開き直ったんです。結果どうなったか、小池晃さんが予算委員会で追及しました。日本経済の6割を占める家計消費が4兆円も落ち込んでるじゃないか、増税前と比べて消費税の増税が影響したということを認めるか。そう聞いたら安倍さんは、8% の増税によって予想以上に消費が落ち込んで、予想以上に長引いていると事実上増税路線の破綻を自ら認めました。初めから共産党の言うことを聞いておけばこんなことにならなかったんです。こうして全てが破綻をして、にっちもさっちもいかないところ、どん詰まり状態であるのがアベノミクスです。同志社大学の浜典子さんに言わせればアベノミクスじゃない、アホノミクスがそうだ。皆さん、今こそ破綻したアベノミクスを中止をして、格差を正して経済にデモクラシーを。我々アベノミクスに反対するだけではありません。だったら日本共産党はどうするのか。格差を正して次のようなシンプルな3つの改革の提起をしています。第一は税金の集め方を変えようじゃないか。税金は負担能力に応じて、皆さんこれ当たり前じゃないでしょうか。そういう原則に照らしてみると、消費税という税金は収入の少ない人ほど重くのしかかるわけですから、最悪の不公平税制です。 8% でも大変なのに、消費税の 10% への増税は2年半見送りじゃなくて、きっぱり増税自身をやめろ。この声皆さん大事です。大体庶民からはむしり取りながら、タクセイブンだとかなんとか言って租税回避地にペーパーカンパニー作って、大企業は税逃ればっかりやってる。そういうところには法人税4兆円の減税です。皆さん、今やるべきはアベノミクスのおかげで儲けた富裕層と大企業に応分の負担をしてもらう
民主的な税制改革じゃないでしょうか。富裕層と聞いてちょっと心配した人がいるかもしれません。失礼ですが、皆さんは何の心配もいりません。日本共産党は若干の小銭を貯めているような人を富裕層とは見ていません。アベノミクスのおかげで潤った人がごくわずかですがいます。株価の上昇で資産が100億円以上増えたという方が225名いらっしゃいます。ユニクロの柳井一族はその典型であります。この3年間で株価の上昇のおかげで株の資産が1兆6000億円転がり込みました。1兆6000億円と言ってもピンときませんから、1日どれぐらいかと計算してみたら1日14億円でした。余計にピンとこないの。出得1日いくらか、1日6000万円です。時間給6000円でもすごいのに、この人は時給6000万円です。しかも別に仕事しなくても寝てても遊んでても株価が上がるだけで1時間6000万円の利益が転がり込んでいる。こういう人を共産党は富裕層と呼んでいるんです。そしてこういう人ほど税金が安いんです。年間の所得が1億円を超えると所得税、住民税の税負担が軽くなります。普通どの国でも大金持ちほど、あるいは大企業や儲けてる企業ほど税金が高いんです。日本は中小企業の方が大企業よりも税金高いんです。庶民の方が大金持ちよりも税金高いんです。大金持ちほど税金が安い。どうしてか。株の売買で得た利益にかかる税金はわずか2割、ヨーロッパはだいたいこれが3割です。せめて皆さん、ユニクロの社長やもう儲かって儲かって仕方がないと、こういう人にヨーロッパ並みの3割の税金払ってもらうじゃありませんか。別にそれで破産するわけではありません、こういう人は。そして所得税と住民税の最高税率が1999年の時には 65% だったのが今 50% なんです。これ元に戻そう。税金は負担能力に応じて払え、当たり前のことを皆さん実現させていこうじゃありませんか。第2は税金の使い方を変える改革です。オスプレイを買ったり F-35 ステルス型戦闘機を買うお金があるなら、まずは社会保障や教育や子育て、ここに優先して税金使え、この声大事していこうじゃありませんか。政府は防衛費といいますが、我々軍事費というのは初めて5兆円超えました。そして在日米軍に対する経費や思いやり予算合わせますと3749億円です。今年度だけで我々何も軍事費をいっぺんにゼロにしろなんて無茶なこと言ってません。海外に侵略していくための戦闘機や航空母艦も持ってないのに護衛艦だけたくさん持ってる、こんな国は日本だけなんです。そういうものをやめにしようじゃないか。何よりも日米安保条約上義務付けられてもいないのに、思いやり予算なんて、なんで米軍を思いやる必要があるか、思いやる方向間違ってるんちゃうか。しかもどんなことを思いやってるか、有名な話、在日米軍の将校の住宅にはお風呂が4つあるって有名なんですよ。なんで4つも必要なんですかって聞いたら、アメリカ人は体格が大きいからだと言います。私も80キロあるけれども体格は大きい方ですよ。それでもお風呂は一つで十分です。そう言ったら政府は何と言ったかというと、いや、アメリカと日本では文化が違う、アメリカはお風呂に入るという風習はない、4人家族だったら4つのシャワー室が必要なんですと。確かに私も文化の違い分かりますよ。アメリカの人は浴槽にお湯を張って入るという風習はありません。文化が違うのは分かるけれども、シャワー室が4つ必要なんだったら自分たちのお金で皆さんシャワー室作ったらいいじゃありませんか。どうして国民、日本国民の血税で戦争のために居座ってる在日米軍のためにそんなに思いやってやる必要があるのか。そんなお金があるんなら
障害者やお年寄りや子育て真っ最中の人に予算をつけるのは皆さん当たり前であるでしょう。年金削減は中止する。高すぎる医療費の窓口負担や国民健康保険料、あるいは特養ホームの入所待ちの解消を国の責任で行うことを強く求めます。世界で一番大学の学費が高いのは日本です。国立も私立も10年間で今の学費の半分にする。月額3万円の給付制奨学金、今は貸与制といって返さなければならない。利子付きもある。もう銀行ローンと一緒です。当面もっと出したいけれども、思い入れ予算を削るだけで月額3万円の給付制奨学金作ってもお釣りが来ます。これだんだん拡大していこう。そして国が責任を持って公立の認可保育所を増設をして、保育士さんの賃金を上げて待遇を改善して、保育所に落ちない日本、皆さんご一緒に作ろうじゃありませんか。第3は働き方の改革です。残業時間の上限を法律で規制します。だいたい残業時間の上限を法律で規制してない主な国は日本だけです。サブロック協定といって労働基準法36条で、労使が協定さえ結べば割増賃金払ったら何時間残業させてもいいっていう国なんです。日本は諸外国はいくら割増賃金払ってもこれ以上働かしたらあかんということが法律で明記されている。一切法律でそういうことが書かれていない珍しい国なんです。だから過労死を生み出すような長時間過密労働が起こる。これなくしようがない。労働者派遣法の抜本的改正して、同一労働同一賃金を法制化して、非正規から正規への流れ作る。この際ご一緒にブラック企業やブラックバイトは皆さん根絶させようじゃありませんか。そして今も最低賃金制というのはあるんです。しかし都道府県ごとに金額が違うし、非常に安いんです。600円とか700円ってそういう金額なんです。そうじゃなくて全国一律、どの県で働いていても、どんな働き方していても、今すぐ時間給1000円にする。そして1500円に引き上げる。時間給1000円でもね、年収にしたら150万円以下ですよ。ワーキングプア以下なのであります。ただ中小企業が時間給1000円出すのは大変です。国が社会保険料の減免措置を取るなど、税制上の優遇措置を取ってでも中小企業も時間給1000円が実現できるようにしよう。こうやって日本から働く貧困層をなくしていこうじゃないか。以上述べた税金の集め方を変える、使い方を変える、働き方を変える、この3つの皆さん、経済にデモクラシーをご一緒に実現させていこうじゃありませんか。私が冒頭に述べた戦争法の廃止や、おととしの7月1日の閣議決定の撤回、そして立憲主義を取り戻す、これは野党4党で全部一致してるんです。ただそれ以降に述べた問題は共産党ならではの主張なんです。で、こういう主張ができるのは、日本共産党は企業団体献金とも政党助成金とも無縁で、相手が誰であっても遠慮気兼ねすることなく、堂々と国民の立場に立ってものは言える党だから、こういう提案ができます。ただこれを言うとですね、日本共産党の演説会に行くと大抵3つのお願いとか4つのもうカンパカンパと必ず言われると、庶民の暮らしが大変な時にあまりカンパカンパと言わないで、政党助成金ぐらいはもらったのか、綺麗こと言うな。大体アンケート用紙に5人から10人ぐらいは送るなります。で、その気持ちは私痛いほど分かるんです。ただ日本共産党までが賄賂である企業献金を受け取ったり、本来福祉や医療やお年寄りのために使うべき国民の税金で己の党の運営をやるようになったら、それは政党としては堕落への道であります。日本共産党が
日本共産党で亡くなります。大体この話をすると寒波がたくさん集まる。今日もどうか協力をよろしくお願いします。原発問題についても触れておきたい。 TPP も本当は触れたかったんですが、時間の関係で原発問題を触れておきたいと思います。いまだに福島第一原発の事故原因は分かってませんし、収束していません。津波が原因か地震が原因か分かってません。原子炉の中には誰一人まだ入れてないわけですから、5年間経って福島はふるさとに帰れない人が10万人以上今もいます。ところが原発再稼働のためにもうあんな事故なかったことに意識しようと、賠償の打ち切りやるっていうんですよ。本当に安倍政権っていうのはひどい。国と 東京電力は全ての被害者が生活と生業商売を再建できるまで等しく支援しなさい、この声皆さん大にしていこうじゃありませんか。安倍政権はこの森を読んで原発にしがみつく原発固執政治、これ続けています。大地震が起こっても仙台原発止めようとしません。大体あの仙台原発の周辺って見てくださいよ。桜島でしょ、阿蘇山、霧島、もう噴火してる火山ばっかりですよ。火山学者が火山の噴火ほど予知できないものはないと言ってるんですよ。もし予知できるんだったら御嶽山の登山やめときなさいと言えた。分からなかったからみんな登ったんです。あれだけの犠牲者が出ました。国会でそういう追及したら安倍さんは、いや九州電力が予知できると言ってるから大丈夫だと言います。本当にひどいです。しかしこういう考え方は今や国民の中ではもう破綻に陥ってる。どの世論調査を取っても5割から6割の人が原発の再稼働反対。政府がどんなに脅しをかけようとも原発安全神話は国民の間では完全に崩壊した。国民世論の圧力で2013年から2015年にかけて2年間は稼働原発ゼロになりました。電力不足に陥るとかいろんな脅しかけたけど、皆さん電気高校と灯ってるじゃありませんか。甲子園に行ったらナイターで光もいっぱいですよ、カクテル光線で。国民の節電の努力で日本社会は原発なしでも立派にやっていける。国民的な体験を通じてすっかり皆さん明らかになったんじゃないでしょうか。そして大津地裁は3月9日高浜原発停止を命じた仮処分を決定いたしました。現に動いている原発を止めなさいという仮処分が決定されたのは初めてであります。この決定文何と書いてあるか。福島原発事故の原因究明は今なお道半ばであり、新規制基準に適合したからといって安全とは言えない。すなわち世論が今大きく動く中で裁判所まで変わったんですね。司法の良識が示された。政府は新規制基準さえクリアしたら原発再稼働をやるんだと安全だと言ってる。それは安全ではないんだよということを司法の判決が認めたわけです。これは高浜原発だけではありません。同じ論理は日本中の全ての原発に通用します。安倍総理はこの判決を重く受け止めて全ての原発の再稼働をやめるべきであります。ドイツは日本の原発事故から教訓を学んで原発ゼロに踏み出しました。まだ残ってますが原発ゼロ決断策を政府として、そのためにどうなったかというのを、ドイツは再生可能エネルギーが2012年のドイツ全体の発電量の3割に達しました。日本はどれぐらいか、 2% です。大規模ダム水力を入れても 10% なんです。今こそ原発ゼロの決断と一体に再生可能エネルギーの飛躍的普及を図るべきです。日本共産党は2030年までに電力需要の4割を再生可能エネルギーで賄うという目標を持って、それ実行に移す手立てを着実に取りなさい、こういう提唱を行っています。皆さん、こういう道こそが地域経済の振興、雇用の創出、エネルギー自給率の向上につながる
真の未来ある道ではないでしょうか。最後に私たちは今度の参議院選挙で野党共闘を必ず成功させて野党全体の勝利のために奮闘すると同時に日本共産党の躍進のために力を尽くします。なぜ日本共産党か、今日は3つの角度から日本共産党の自己紹介を簡潔にさせていただきたいと思います。第一は安倍政権の暴走にどんな問題でも確かな足場を持って真正面から対決をして、ただ対決するだけではなくて常に対案を持って政治の転換の展望を指し示すということであります。日本の政治は世界にはない大変な異常な政治です。我々2つの異常と呼んでます。1つはあまりにもアメリカになるという異常です。もう1つは大企業さえ儲かったらあとは野となれ山となれという大企業の利益第一という、これ異常な現象が日本にはあります。この2つの日本の異常をなくそうということを綱領で明記している動画が日本共産党です。安保法制たぐってみれば日米ガイドラインのこれは具体化なんです。だから安保法制を廃止しようということは日本に平和主義、民主主義、立憲主義を取り戻すという大事な課題ですが、異常なアメリカ言いなり政治を打ち破っていこうという一歩でもあるんです。それだけで大仕事。そういう時に綱領の中にアメリカ言いなりの大元にある日米安保条約の廃棄を国民的な合意をもって進めようと明記している党が日本共産党です。そして綱領の中に今の憲法の全文をはじめ全条項を守って平和的民主的条項の完全実施を図ろうと、こういうことを明記する共産党を躍進することが戦争法を廃止にとっても皆さん大変役立つんじゃないでしょうか。これが第一の日本共産党の目打ちであります。第二は何よりも国民の共同、野党の共同を大切にしてその共同の力で政治を変える党だということであります。共産党というとこれまでなんとなく独善の党だとか独り善がりだとか力もないのに理想論ばっかり言ってるとかよく言われました。まあ誤解もありましたが僕らの努力不足もあってそう思われても仕方がないような面もありました。しかし今は違います。私は野党統一候補が実現した選挙区にたくさん応援に行きました。民主党公認の野党統一候補が共産党の演説会に来て日本共産党の英断に感謝いたします。立候補を一旦決意していた選挙候補の丸々さんの方に足を向けて寝ることはできません。その人の分までしっかり受け止めて頑張ります。もう万来な拍手を受けられますが共産党の英断に感謝する。だからお礼に比例は共産党と書いてくださいとまで言う民進党の候補者までいるんですよ。こっちからそんなことを頼んだわけじゃないんだけど、まあ、礼儀だろうと僕は思ったんでしょう。日本共産党が戦争法は反対、野党は共闘、まあ、今度ほどねこれまでいろんな戦いあったけど国会周辺や全国津々浦々の集会で野党は共闘、これほどコールが沸き起こった大衆運動、国民運動はかつてなかったんです。その声に応えなかったら野党としての責任を果たせない。日本共産党自身が脱皮しないとダメだ、日本共産党自身が変わらないとダメだと、そう決断して清水の舞台から飛び降りる思いで戦争法廃止の国民連合政府提唱して野党共闘に踏み出しました。国田圭さんに聞くと清水の舞台から飛び降りて死んだ人はまだいないと言ってました僕もそれを信じてあちこち言いまくってたらついこの間国田さんから電話がかかってきて調べてみたら実は4人死んでました言っておられました。なんか飛び込んだ人は300人ぐらいですからそれも冗談ですけども、要するにそれぐらいの気持ちでどの党にとって有利か不利かではなくて
戦争か平和か独裁か民主化か、そういうことが問われてる時にあれこれの政策の違いを分類してたらダメだろう、対極に立って野党共闘進むじゃないか、こういう姿勢に共産党が立ったことが全国各地での野党統一候補の実現に大きく貢献していることは皆さん間違いないんじゃないでしょうか。4月25日投票の衆議院北海道高校選は相手は弔い合戦でした。町村さんという衆議院議長をやった人でしたが、その娘婿の和田さんという人が自民党の候補者でした。だいたい弔い合戦というのはもう相手が圧勝するんです。だからそこは保守の牙城ですから、選挙に入る直前にやった時の世論調査ではダブルスコアで池田真紀さんはもう負けること確実と言われた。それが野党統一が実現する中でどんどん肉薄してあと一歩というところまで迫りました。共産党と一緒に選挙をやったら保守票が逃げていくという人がいました。いたけども出口調査やってみたら保守無党派の人の中で7割の人が池田真紀さんに入れた。この結果がその後の野党統一の前進にも大きく貢献したことは間違いありません。あの前原さんが小田さんと肩組んで、小池さんと肩組んで札幌の駅頭で演説したんですよ。人間は変わると政党も変わると固定的に見たらあかんと思うんですよ。その野党統一候補に選挙区で入れるという時に民主党の候補者の名前書くのは嫌だという人がいます。ごく一部民主党に入れるんじゃないんですよ。戦争法廃止の一方の一票なんです。立憲主義を守る一票なんですよ。そこはやはりこう大人の対応をやる必要がある。まあ、あのって言ったら悪かったけど、どんな人にもやっぱり世論に押されてそうなるんです。細野豪志まで来てましたよ、あの札幌が。そういう変化が起こると。小池さんはこれは大事件だってツイッターで発信してました。そして日本共産党の野党共闘の方針が、現実政治を動かす力を持つようになったのは、2013年から始まった第三の躍進、東京都議選で8から17、参議院選挙で11から11、6から11、総選挙で9から21に躍進させていただく。これがなかったらね、まだ小さい勢力の共産党がああいう提唱していてもマスメディアも視野にもかけなかったでしょう。他の野党も相手にしなかった。やっぱり力、政治はやっぱ力なわけです。何を言いたいかというと、今度の参議院選挙で共産党が躍進すれば、国民との共同、野党の共同、共闘は一層前進するだろう。衆議院選挙の協力はやらないって民主党言ってたでしょ、ついこの間の民進党。しかしどんどん世論に押されて、衆議院選挙でもう今どの小選挙区で選挙協力をやるかという水面下の話し合いはもう一昨日から始まってます。これ新聞にまだ出てませんけど、まあ、水面下のことは表に出したらダメなんですけど、そういう話し合いは進んでいるということであります。これ二つ目の、要するに共同の力で政治変えよう。共産党の綱領にもそれは書いてあるんです。統一戦線の力で政治変えよう。第三は、安倍政権に代わる責任ある政権構想、国民連合政府を提唱する党だということをやります。この点では野党間で意見に違います。政府の問題、国民連合政府については共産党と共に政権を運営するということはまだそこまではいきませんと、他の野党ではそういう意見が多いので、脇に置いて横に置いて選挙協力の協議に入ろうというふうに我々判断した。これ正しかったと思うんです。この連合政府で一致しなかったらもう協力も協議もやりませんよって言ってたら、これだけ多くのところで野党統一できたはずがありませんでした。ただ安倍政権の打倒っていうのを当時の5野党は合意してるわけです。これから選挙戦に入っていくと、討論会になると安倍政権打倒した後どういう政権作るんですかと必ず相手は聞いてきます。委員長注意深く、政権の問題は横に置いてと言ったんです。棚上げにするとは言わなかったんです。だから非常にどの党にも問われてくるんですよ。安倍政権打倒した後どうするかまだ考えてません。そんな無責任なことあるかと。今野党間で
政策の大きな違いがあるもとで、最も現実的で合理的な政権構想は、安保法制の廃止、立憲主義の回復、閣議決定の撤回、この一点で一致する国民連合政府、まあ、呼び方はどういう名称でもいいんです。こういう政府こそが最も合理的だ、実現可能だ。日本共産党は今はこれが正しいと思っています。これが実るように皆さん、日本共産党の大躍進で国民連合政府への扉をご一緒にこじ開けようじゃありませんか。安倍政権はあらゆる面で行き詰まってます。ただいくら矛盾が鋭くなっても自動崩壊することはありません。崩壊しそうだと思えばいろんな手立て方は講じてくる。やっぱり戦後ずっと政権握り続けてきた一時期を除いて人の中ですよ、いろんなことやってきます。ですから昔からよく言います、歴史は人間が作る。私たちが社会や政治に働きかけなかったら政治は一人でには変わりません。しかし頑張れば夜明けを切り開くことができます。なんでこんなこと言うかというと、頑張ってもすぐ成果には結びつかないという時もあったんですよ。そんな大昔じゃありません。私13年間書記局長やってたけど、一度も勝利の記者会見やったことないんですよ。やめた途端に躍進し始めた。ただそれでも私笑い話で言ってるんじゃないですか、自虐ネタで言ってるわけでもありません。私は書記局長になったのは2000年の11月ですよ。ちょうど二大政党作りの本格化っていうのはこの頃なんです。自民か民主のどちらかを選べと、そういう時にはたとえ正論を吐いていてもすぐには議席に結びつきませんでした。それでも真理は必ず多数派になる。道理ある主張は多くの人の心をやがては捉える。未来に対する確信を失わずに不屈に頑張りました。苦節13年ロールアップ、皆さん方も入れても入れても当選しないのに、浮気もしないでずっと共産党を支え続けて応援し続けていただいたことが今日の躍進をもたらしたんです。私が申し上げたいのは、共産党というのは逆風が吹いてすぐには自分たちの主張が実らない場合でも頑張る党なんです。で今はそうじゃないんですよ。頑張ったらそこに共産党の政権の一翼を担い得るような、日本の政治史上初めてのワクワクするような情勢が生まれてる。こんな時に頑張らずしていつ頑張るか。そういう演説をし続けてきたから断れなかったんです。大変嬉しいことは、同世代の人がもうそろそろ悠々自適の生活を送ろうかなと思ってたけど、まもなく74になるあの人はもう一気やると言ってる。これは私も頑張らなければならないという電話がもう本部に殺到するほどではありません。たくさん来てます。そして若い人も、あの年寄りが頑張るんだから俺らももっと頑張ろう、両面の効果が出ております。幸い14年前に大腸がんの手術したけど、今はもうどこも悪いところがありません。まあ、若干の後遺症があるぐらいです。ただ行政というのはそう淡々と前向きに進むものではありません。これからも紆余曲折があります。ですからどんな嵐が吹いても、逆風が吹いても、日本共産党と野党統一候補が勝利するためには、日本共産党自身の足腰を強くする、大地に深く根を張った国民と結びついた大きな強くてしなやかな党を作る必要がある。今日私が話した話は全部新聞赤旗に書いてあることばかりです。何の真新しいこともないです。真新しいなと思った人はいかに赤旗を読んでいないかという証明であります。まあ、日曜版だけを読んでる人にはちょっと分かりにくかったかもしれない。しかし日刊赤旗を読んでる人はもっと分かるんですよ。情勢が右に左に揺れ動いても動揺しない、確信持って未来に展望を失わずに頑張れる羅針盤が新聞赤旗日刊紙であります。何を言いたいかは分かりにくいと思います。
これ以上言わないのがいいと思います。そして戦争か平和か独裁か民主主義が問われている、こういう時に傍観者としての人生を送っていいんだろうか。一度しかない人生をお互いにどう生きるかが問われている。棺桶に足突っ込む時に自分の人生を振り返って、自分は自分の幸せとともに世界と日本の社会進歩のために不十分だけども貢献するために生き抜いた、コルチャーゲンという人は鋼鉄はいかに鍛えられたかという小説の中で言う言葉ですけれども、もっと格調高く言うんですよ、分かりやすくも言ったらそういうことなんだ。要するに一回しかない人生を最も崇高な自分の幸せだけじゃなくて世のため人のためにわずかでも貢献するそういう生き方をしたと胸張って言える生き方やろうじゃないかということで有名になった小説なんです。申し上げたかったことは、どうか日本共産党にお入りいただいて一緒に世直しをやろうじゃないかということが言いたかったんです。こんな時期ないですよ。こんな面白いワクワクする時代に共産党員として生きられるというのはね、これは本当に共産党員冥利につきます。お入りになったら分かると思います。入って厳密したら僕に電話してください。その地ももっと帰るように言いますから。最後に、この頃私全国回ってます。昨日福知山、おとついは鎌倉、先ほどついは八戸へ行ってきました。鎌倉で出した時に、私は京都出身で同じ古都同士だけど、まあ、日本の夜明けは京都からとずっと言い続けてきたけど、芝城もう今やどこでもいいと日本の夜明けは鎌倉からというと大御所がすごかったんです。しかしやっぱり私浮気しないでね、日本の夜明けは京都から来たら一番似合うなと日本の夜明けは宇治から京都から京都から